立ち上がれ、誰もそばにいなくたって叫び見したかっての言葉、あったことなくても投げられる時代、お前の母ちゃんってベソプライ、無責任な言葉だらけ、目を合わせて争う厄介な痛み、相手を傷つけた嫌な余韻、そんなのも知らず、戦争も知らず、電波に乗っけて傷つけるだけ、わーわーお互いにわーわー痛いってこと、わーわーちゃんと知ってる大人はどこにいる、パワハラモラハラまたハラ、種類だけどんどん増えちまって、人の心おっかない部分、世代の違い考えの違い、大事なのは上司も部下も先生も生徒も家族も恋人も、目に見えない小さな小さな積み重ねの信頼という宝物、わーわーお互いにわーわー痛いってこと、わーわーちゃんと分かり合える時代を取り戻すにはかかってこいよ、敵はそいつじゃない、かかってこいよ、敵は自分の弱さ、かかってこいよ、敵は全部自分、かかってこいよ、でも誰かにいてほしい、立ち上がるんだ、敵はそいつじゃない、立ち上がるんだ、傷が痛いけど立ち上がるんだ、本当はおっかないけどもう少しなんだ、守るものが適当なんだ、汚い空気も吸ったから、人より鼻がよく効くんだ、人間らしい匂いのとこは決まって花が咲いてるんだ、かかってこいよ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 。どうもどうも、シンガーソングライターの鈴木理恵です。動画見てくれてありがとうございます。ぜひ動画良かったなと思った方は、チャンネル登録やいいねをお願いします。毎週水曜日夜に、動画カバーをアップしておりますので、気に入った方はぜひ毎週見てください。今までのカバーの動画も概要欄に載っておりますので見てもらえたら嬉しいです。また来週。